笠岡諸島。笠岡諸島は、瀬戸内海中部にある諸島。全島が、岡山県笠岡市に属する。備中諸島の遺象もある。笠岡諸島は、笠岡市から南方に連なっており、大小三十余りの島々からなる。そのいくつかはすでに干拓によって、本土と陸係になっている。有人島は七つで、本土に近い側から高島、白石島、北。 木島、大飛島、小飛島、真鍋島、六島、瀬戸内海国立公園に指定されている。瀬戸内海は、笠岡諸島を境にして、東側を水島灘、西側を貧乏灘としている。笠岡諸島の東側には、四枠諸島、西側には、芸与諸島の東端をなす、宗島や宇治島がある。笠岡諸島を美山諸島の一部とする場合もある。 笠岡諸島では北北西から南南東に向かって連なる断層帯に沿って30以上の島が並んでいる。各島の地形もこの断層帯の影響を強く受けており、とりわけ北、木島や白石島の西海岸は断層が気になっている。この断層は瀬戸内海の形成にも関わっていると考えられている。ほとんどの島は河口岸でできている。北部の上島だけは 例外的に大半が流門岩で構成されており、南東端の一部だけが河口岩でいる。どの島も山勝ちで平地に乏しく、近世以降の干拓地を除いては、海岸沿いや山肌に集落が形成されている。笠岡諸島は潮境になっており、東側が水島灘、西側がビンゴ灘である。特に、 高島と白石島の間の幅3キロメートルほどの海峡を白石瀬戸と言い,い、干潮時には瀬戸を中心に東西に潮が引き、満潮時には両側から潮が満ちる現象を見ることができる。笠岡諸島の島々には旧石器時代から縄文時代、弥生時代にかけての遺跡が数多く出土している。特に旧石器時代の遺跡は本土よりも 明智島や高島を中心に分布している。縄文時代以降の遺跡は各島から広く見つかっており、中でも高島の大白遺跡は古墳時代から奈良時代にかけて同等に声援を行う大集落があったことを示している。横島の対岸にあたる笠岡市西大島では、かつての海岸部からつくも海塚が発見され、縄文時代の人骨が232体まとまって出土した。 同時代の人骨が大量に発見されたのは日本で初めてのものであり、その後の発見も含めて全国で2番目に多い発見数である。これにより当時の埋葬法や抜歯の研究が進み、国内の石器時代研究所、極めて重要なものになった。大飛島には奈良時代から鎌倉時代にかけての最終遺跡があり、山西基や道橋が発見されている。 これらは古代の士白ぎ師や剣刀師、太財府へ下る役人が、後海の途上でこの島に立ち寄って、神事を行った証拠とみなされており、この島々が塩町風町の場所として、古くから瀬戸内海の交通の要衝になっていたことを示すと考えられている。一方、日本初期や古事記の伝説として、神武天皇による統制の際、 笠岡諸島に暗宮を設けて、数年暮らしたとされている。この暗宮が上島にあったという説と、高島にあったという説がある。平安時代には、笠岡諸島の土豪として、マナベ真マナベの名が、平家物語に見え、原平合戦では、平家法について戦ったと伝わっている。鎌倉時代以降は、須山氏の勢力下に置かれた、室町時代中期から、 戦国時代には、笠岡が交通の要衝として、毛利市や小早川氏が進出し、笠岡諸島は水軍の拠点となった。近世は、貧乏福山藩の支配下となり、港湾が整備されて、瀬戸内航路の要衝となり、西国大名の参金交代路として、頻繁に利用された。江戸時代には、笠岡湾や笠岡諸島で盛んに干拓が行われた。これによって、 カサオカ港に近いいくつかの島が本土と地続きになったのをはじめ、白石島などでも入り江が干拓されて、市街地や港湾が整備され。古くは山の斜面での畑作を中心とした農業中心の生活が営まれ、特に各島では牛の飼育が営まれていた。しかし島の人口の増加によって耕作地が拡大すると、もともと平地の乏しい各島では牛を飼う土地が、 亡くなっていった。その結果、中世から近世にかけて、漁業や水運への依存が高まっていった。首都の北木島と真鍋島の間の海域は、豊かな漁場であり、特に近世は、イワシの産地として知られていた。このイワシは主に保守化にされ、肥料として、笠岡諸島や周辺で徴用された。また、北、木島や白石島などは、石材の産地としても著名である。 経済構造の変化によって、漁業や水運業、石材業が低迷すると、マナベ島などでは商品作物としての柿栽培が一時的に栄えた。しかしそれも後に衰え、過疎化や高齢化に直面した各島は、共同で観光業に力を入れるようになった。2005、平成17年には、地域おこしの一環として、地場の海産物などを使用した、特産品として、弁当、 島弁を発表した。これは NHK の番組、多い、日本のプロジェクトとして、笠岡市や NPO 法人などが共同して開発したものである。この取り組みが評価され、農林水産省による平成22年度農林水産祭、村釣り部門農林水産大臣賞を受けた。このほか多岐には海水浴客やキャンプ客などで賑わうほか、年間通して釣り客も多い。 高島、白石島、真鍋島は、瀬戸内海国立公園に含まれており、天然石や木材の採取もできない。また高島、白石島は、国の名称の指定も受けている。近世以降、笠岡湾の干拓が行われ、江戸時代に横島が地続きになり、昭和から平成にかけて、片島や上島などが本土と陸続きになった。このため行政上、 離島振興法の対象になっているのは上島よりも南側の諸島部だけになっており、そのうち有人島は高島、白石島、北、木島、真辺島、大飛島、小飛島、六島の七島である。1957、昭和三十二年に岡山県内では最初に離島振興法の指定を受けた。これによって、笠岡諸島では道路や港湾、 電気の整備が進められた。その後も島々では、水源は井戸に依存していたが、1975、昭和50年には、海底付設の送水管が建設され、上水道が行き届くようになった。笠岡諸島は、本州本土と四国の接点であると同時に、備中国と貧乏国の国境にあり、また、瀬戸内航路の重要機構地として、東西の文化に触れてきた。 笠岡諸島ではこれら各地の文化が入り混じった特色が見られる。アクセント、方言の面では、笠岡諸島の中でも立地による相違が見られる。岡山弁を基本にしながらも、四国に近い六島や真鍋島では四国方言の影響があり、北、木島などでは広島弁、ビンゴ弁の影響が見られる。一例として、岡山弁で特徴的な協定、恐ろしいは、 北、木島や飛島までで使われるが、真鍋島や六島では、佐野基弁の、おとろしいがいられる。横島は、近世の干拓で陸続きになった島である。伝承では、元は三つの小島だったものが干拓によって、横長の島になったことからこの名前があるという。関永年間、1624から1645年の絵地図では、古島、 横島として描かれており、遠方に1674年の干拓事業で本土と地続きになった。その後も入江に港があったが、昭和から平成にかけての笠岡湾干拓によって、これらも陸地になった。南端には大戸の州、大どんすなどの小島があったが、これも干拓によって一体化されている。片島は、 カサオカ港から南に約3キロメートルにあり、かつてカサオカ諸島で最も本土に近くにある島だった。標高5 8ルの山を中心に東西に長く、周囲約4 5キロメートル、面積は約0 5キロメートル、海水浴場としても知られていた。カサオカ湾の干拓によって現在は完全に実続きになっている。河野島は、 笠岡港から南へ3キロメートルほどの位置にあった島。上島の本土側を内浦、瀬戸内海側を外浦と呼んでいて、内浦の集落は本土と外浦の集落は白石島などと村を形成していた。笠岡湾が埋め立てられて本土と地続きになる以前は岡山県内で2番目に大きな島、有人島としては最大の島だった。 かつては手漕ぎ船しか接岸ができない不便な離島だったが、1970、昭和45年に、横島との間に、上島大橋が建設されて、本土と接続されて、離島ではなくなり、さらに、笠岡湾の干拓によって1990、平成2年に完全に地続きになった。本土や横島、大戸の州と上島、小戸の州の間は、 狭いところでは幅100メートル余りに接近しており、上島水道と呼ばれている。かつての笠岡湾はカブトガニの繁殖地だったが、湾の干拓に伴って繁殖地は上島水道に移された。上島外浦には明治時代に創立された工場があり、化学肥料を生産している。ここは肥料業界大手だった河野島化成、2008平成20年に、 上高山に合併の唯一の工場で、上島港は化学肥料の出荷港として、笠岡市の経済の重要拠点の一つとなった。上島の上島神社は、縁起式神明朝の上島神社、備中国の式内社一覧参照に否定される。また、万葉集、玉葉集、親族古今集などに、上島を読んだ和歌が収録されており、 これを当地に否定する説もある。上島の南側で高島との間の海峡を国土瀬戸と言い,い、ここには佐手島、明智島、稲積島などの無人島がある。高島は、上島の2キロメートルほど南にある有人島。傘を加工からは、航路で1 2トルほどになる。続島として、佐手島、明智島、稲積島、小高島などを伴っている。 1944、昭和19年には国の名称の指定を受けている。高島には多くの遺跡があり、古いものは仙土期時代に遡る。これらの遺跡の調査によって縄文時代晩期の西日本の予想が明らかになった。高島と上島をめぐっては神武天皇が住んでいたという伝説がある。日本初期や古事記では神武天皇は統制の序盤で、 キビ国に高島宮という暗宮を作り、そこに三年または八年の間暮らしたとされている。この高島宮は、高島を指すという説と、上島を指すという説がある。高島の南沖には白石島があり、二島の間の海峡を白石瀬戸と呼ぶ。白石瀬戸には小高島、小口島などの無人島がある。白石島は笠岡港,港から、 直線距離で南へ1 2トル、航路では約1 6トルにある有人島。ほとんどの島が平坦地に乏しい笠岡諸島の中では例外的に平地が多いが、島の中央部の平地はもともと入り江だったものを近世に埋め立てられたものである。白石島は笠岡諸島の中央に位置し、東の水島灘と西のビンゴ灘の潮境になっているのみならず、 瀬戸内海全体を東西に分ける位置にある。満潮の時は、東の北海峡や鳴門海峡から入ってきた海水、上り潮と西の方與海峡、関門海峡からの上り潮が白石島付近でぶつかる。引き潮の時は反対に白石島を境に東西に潮が引いてゆく。このため、白石島は古くから瀬戸内海の重要港として知られていた。近世には、 島の中央の入り江が埋め立てられて大きな港が整備され、西国大名の参近交代路として頻繁に利用された。江戸時代後期に日本を訪れたエンゲルベルト・ケンペルは、江戸散布旅行日記、元六四年の中で、これから先の航海でも二度と期待し得ないような都合の良い、闘病地と評している。1943、昭和18年には、 国の名称の指定を受けている。島の中央部には高さ10メートル余りの河口岩があり、白石島の鎧岩として国の天然記念物になっている。島には、原平合戦の死者を弔うために始まったとされる白石用という盆踊りが伝わっており、国の重要無形民族文化財になっている。北木島は笠尾花崗から直線距離で南へ十四キロメートル、 航路では約二十五キロメートルの距離にある笠岡諸島の最大の島で首都とされている。島は山勝ちで、標高に百二十五メートルのバックリ山をはじめ、トンギリ山百七十九点六メートル、高山百七十七点九メートル、秋葉山百六十メートル、八幡山百四十一点七メートルなどがある。平地に乏しく主要な集落は。 北岸の豊浦、金風呂、東岸の大浦、南岸の丸岩に形成されている。北木島に散する河口岩は北木石と呼ばれ、稲田石と合わせて三影石の双壁と評されている。北木石は大阪城の石垣や門で大規模に使用されているほか、花園棟梁、元子内親王墓所、豊臣秀吉の墓所、京都の五条大橋、明治神宮の橋、 安国神社の鳥居、伊勢神宮の石灯籠、薬師寺斎等、日本銀行の本店旧館、三越本店などで使われている。白石島と北木島の周囲には縦島、横辺島という無人の小島がある。笠岡諸島の島々はかつて土葬を行っていたが、それは島民に限られていた。島には石材の切り出し作業のために、島外からの労働者が多くやってきており、 彼らが事故死した場合には、縦島や横辺島で仮装された。大飛島、大飛島と小飛島、小飛島の総称として飛島という、笠岡港から直線距離では約1 8トル、実際の航路では北、木島を経由して約2 5トルになる。この二つの有人島はおよそ9 0 0ルの距離に、 並んでいて、引き潮の時に大飛島から小飛島へ向かって現れるサスで有名。このサスの端部には八世紀から鎌倉時代にかけての最新遺跡、大飛島遺跡があり、国産の三彩期、奈良三彩、東西の同郷、校長十二線などが発見されている。近年は、サスは小さくなっており、サスが縮小した原因ははっきりわからないが、 近海の海底での砂の採取と関係があると推測されている。古くは、上島の続投の扱いだったが、近世に漁業者が大飛島、小飛島に移って住みつき、真鍋島の枝島の扱いになった。昭和期には、多くの島民が船員などの出稼ぎに出るようになり、普段は400名余りの人口が、出稼ぎ者が帰省する盆と、 正月だけ人口が800人に達するような状況だった。真鍋島は、笠岡港から直線距離で南へ1 8トル航路では約3 0トルにある有人島。続島として6島、大島、羽武島,島、豊島、茂床島などを伴っている。2 5キロメートル東には透け、柳島、諸悪諸島がある。島は東西に長く、 両側に標高百二十メートル級の山があって平地はほとんどない。島の北側に入り江があって港が築かれている。原平合戦で平家法についた学べし、学べ氏の拠点だったとされ、その城跡がある。江戸時代の初期には小堀遠州が支配したが、六百十七元那三年から二年間は、微中松山藩、六百十九元那五年からは、 ビンゴ福山藩、1968、元禄11年からは、幕府領となった。古くから漁業で栄え、江戸時代には、マナベ島から直接、江戸市場へ池を収めていたという記録もある。街並みや建物には、古くからの瀬戸内海の漁村の雰囲気が、今も残り、県のふるさと村に指定されている。こうした街並みを利用して、1980年代には、 映画、瀬戸内少年野球団のロケ地となった。1947、昭和22年に、霜が降りないことから、観菊の栽培が事業化され、最盛期には30ヘクタールもの栽培面積を持つ、花の島として、全国的に知られるようになった。しかし連作障害と市場の変化によって衰退した。大島は、真鍋島の北にある、大島。 全大島の総称。あちこちの大島と区別して、真鍋大島とも呼ばれる。大島と前大島は100メートルほどの距離に近接していて、島の間は細い岩場で繋がっている。現在はいずれも無人島だが、大島はかつて畑作が行われていた。前大島には樹齢400年と推定される巨樹があり、大島の犬雄、タブノキの遺衝として、先念仏に指定されている。 むしまは、有人島で、岡山県の最南端である。笠岡諸島の中で、笠岡港から最も遠く、直線距離で、約二十三キロメートル、航路では、約三十三キロメートル離れている。岡山県の最南端にもなっている。南へ約4五キロメートルで、四国本土の庄内半島があり、六島と庄内半島の間は、瀬戸内海航路でも潮の流れが速い難所の、 一つとして古くから知られている。そのため、岡山県内では初めて灯台が設置された場所でもある。戦前は生きた魚を輸送する、かつ船の取り扱いで、淡路島を上回って日本一を誇っていたが、戦後に船舶の動力化が普及すると伝れた。横溝聖史の極門島、近代地光介シリーズの舞台として知られ、1977年の 映画化作品では六島で実際に撮影も行われている。笠岡諸島は立地上、古来から瀬戸内海航路の中でも重要な港の一つで、移動や水産業の拠点として多くの気候船があった。しかし大型化した近年の船舶は笠岡諸島の島々には入港することができん。六島の南は日内灘との潮境があって潮流が早く、 海難事故の危険が高い場所とされている。このため六島には、灯台や、信号所が設けられている。現在、笠岡諸島の各有人島へは、笠岡港から定期航路が運行されているほか、海上タクシーの利用も可能である。しかし、笠岡港の老朽化や駐車場不足などによって、連絡港としての機能低下が懸念されている。各島の港も小さく、 旅客船、漁船、釣り船、プレジャーボートが共用しており、交通機能は高くない。2011、平成23年に従来の航路が再編された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。